冷泉家は、藤原北家三子左家の流れを組む、久げ、家族。上冷泉家と、下冷泉家があり、久げとしての価格はいずれも、うりん家、家族としての価格は、上冷泉が白尺家、下冷泉が子尺家だった。家名は、冷泉工事に由来する。家道の総称家のうちの一つで、冷泉流家道を伝承している。藤原定家の子である三子左家六代。 ため家の子、冷蔵ためすけから始まる。加名は平安家の冷蔵工事に由来する。家業は働道、蹴鞠。家風は同じ巫女左流に属する二条家及び京国家に比べると特徴的ではない。藤原定家の子孫は、定家の孫の代で巫女左家から京国や冷蔵家が分かれ三家となったが、京国家は早くに絶景し。 着流、二条家も室町時代に絶景した。霊勢家は当初は、定家の着流子孫ではなかったが、最終的には子孫として霊勢家の実が残ることとなった。その霊勢家も、南北朝時代には植える霊勢家と、下も霊勢家に分かれた。両家とも、戦国時代には、戦乱の京都を離れ、地方に在国していた。両家とも現在に続く名門だが、 現在の時点で一般に、冷泉家として知られるのは、江戸時代から屋敷が移転していない上冷泉家の方である。下、冷泉家の屋敷は、代理に近い京都御苑内に位置していたため、明治になって区下町を国民公園として整備する際に取り壊された。上冷泉家の江戸時代における価格は、うりん家で、かにはおおむね県大納言を極寒としていたが、 正恩医した総統の役職である民部教も兼ねた。霊勢為助は鎌倉幕府と親しく長らく相模国鎌倉の藤ヶ谷に今日構え、藤谷公門と呼ばれた。娘の一人は鎌倉幕府八大将軍、久明親王の側室となり、久吉親王が誕生している。この時期の霊勢家は、寿命院等の外籍として関東の鎌倉で栄えた。 タメス家と同じく、冷勢ためひでも、鎌倉での在国が長かった。この頃の冷勢家は、鎌倉の藤ヶ谷にも、邸宅を構え、鎌倉将軍宮家の思考衆として、将軍の近親でもあった。タメス家以降勢家は、代々小しべの家将と、細川将を治療した。室町時代になると、三子左流においては、二条家は、大覚寺と男い隕石関係にあったため、 大覚寺等が衰えると勢力は弱まった。それに伴い、京都においても、冷泉家が活動を始めた。しかし二条派が依然として、主流派であることには、変わりがなかった。冷泉ため院は、欧米23年、次男、持田目に、張馬国細川総統を譲って分家させた。これによって、長男、田目行きを外する冷泉家と次男、持田目を外する冷泉家に分かれた。 二つの冷泉家を区別するためにためゆきの家系は、上冷泉や、持ちための家系は氏も、冷静家と呼ぶようになった。戦国時代には、上冷泉家は、北陸地方の能登国守護能登畠山氏や東海地方の駿河国守語今川氏を、頼り地方に下校しており、山城国にはいなかった。織田信長の時代には、京都に戻ったが、豊臣秀吉が、 関白大城大臣に任命された天正14年にはためまんが直管をこむり、再び地方に下った。上冷れ家の家督は中山家からため、親が新たに当主として迎えられるれいため親を名乗る。しかし秀吉が亡くなった、慶長3年、徳川家康の取りなしによって、前当主であったためまんが戸へ戻り、再び当主となることができたとされる。かつて秀吉は、 天皇が住む御所の周辺に、訓下たちの屋敷を集め、訓下町を形成したが、上霊勢家は、訓下町が完全に成立した後に許されて戸に戻った、ため、訓下町内に屋敷を構えることができなかった。旧訓下町に隣接した、現在の敷地は家康から送られたものである。ためまんの復帰によりため親は上霊勢家の当主で、亡くなったが別に新たに、中山霊勢家を起こせることとなり、 その新たな道場家の当主となった。江戸時代には上霊勢家は徳川将軍家に厚遇されて繁栄した。特に武蔵区に江戸在住の旗本に皇帝が多くいた。仙台藩主、伊達氏と隕石でもあった。霊勢ため院の次男、持ちためは霊勢家の当主にはならなかったが、その実力を足利将軍家から認められ、独立した一家を設けることが許され、兄、 タメユキの冷泉家とは別に同じ冷泉の仮名を名乗ることも許された。所領及び家に伝わる文書はこの時に分された。いざよい日記に現れるハリマ細川省は、しも、冷泉家が相続することとなった。しも、冷泉家の冷泉持ちためとその子、生ためは、それぞれ将軍、足利義持、足利義政に交遇され、返紀まで賜った。この時期においては、下 霊勢家が霊勢家の本流だった。聖亀は歌人として非常に優れ歌集、壁玉集は後の歌人たちの手本とされた。諸領地の関係で、張間守護の赤松氏とも親しい関係にあったが、戦国時代には戦国大名に諸領を横領されるのを防ぐため、戦術の張間細川省に下校し、直接当主が荘園を管理していた。しかし、 清為の創尊、霊勢為順とその子、為勝が戦国大名の別所氏に殺され、荘園も横領されたために、為勝の弟、為将は京都に戻り下霊勢家を再興した。なお、朱子学者の藤原聖華は為勝の弟で、為将の兄である。聖華は死も霊勢家の当主にはならなかったが、その子、為影が為将の後を受けて、当主となった。 下冷霊家は、針馬下孔寺以来、別所氏と敵対する、豊臣秀吉と親しい間柄だったため、朝廷において、関白大城大臣となった秀吉は下冷霊家の京都における最高に協力を惜しまなかった。江戸時代には、毛利氏及び、加藤氏と隕石関係があった。明治時代になると、 上冷霊勢家の霊勢ため都市は白爵に、下も霊勢家の霊勢ためやわらは、死者と家族に劣せられた。下も霊勢家も、家計的には上冷霊勢家には全く劣るものではなかったが、戦国時代に別所市によって当主が殺され、所領を失い、被護者で親しい間柄にあったと与富氏も没落し徳川氏が対等したことが、後々の官位にも影響し、 爵位の差につながった。明治維新によって多くの公家は明治天皇に従い東京に移住したが、上え霊勢家はその後も京都の屋敷に住み続けた。現在の京都御苑にあった公家町の公家の屋敷は明治初期の東京移住命令によりすべて取り壊されたが、今出川以北にあった上え霊勢家の屋敷は取り壊しを免れたと言われている。しかし、死も、 霊税家の屋敷は、現在の京都迎賓館付近にあたる京都御苑内にあったため、取り壊され、公園となった。古文庫を要する上霊税家が京都に残ったことで、結果として、膨大な司法は、関東大震災と東京大空襲による被害を、免れた。太平洋戦争で京都は戦場になることはなかったが、上霊税家の霊税田目尾は中国へ出征し、戦死した。 ため人には、子がなかったので、ため系の娘、文子に、同じ稼働の家柄である西、四つ辻家からため人が婿入りした。上冷泉家の二十五代当主冷泉人となりは、財団法人冷泉家しぐれ定文庫を設立した二十四代当主、冷泉ため党の娘婿で、同文庫の理事長である。人となりは、近世京都画壇研究の第一人者で、大手前女子大学教授。 池野某短期大学学長を経て、現在同志社女子大学客員教授を務めている。旧生命は松尾勝彦だったが、ため任の長女木実氏の婿として25代当主を継承するために、家庭裁判所の許可を経て解明した。木実氏は同文庫事務局長である。霊勢ためすけ勢ためひで霊勢ため院、霊勢ためゆき霊勢ためとみ勢ためひろ勢ためは、 冷勢ためます、冷勢ためまん、冷ためより冷勢ためじ冷勢ためきよれ勢もりつな、冷勢ためひさ。冷勢ためむら、冷蔵ためやす、冷勢さだあき冷蔵。ためのり冷勢ため。前冷腺ためり。冷勢ためとし、冷いけ冷勢ためおみ、冷勢ためとう、冷人ひととなり。冷勢持ちためひくうえ冷家の、第三代。冷勢院の次男。署名は、冷蔵持ちは。室町幕府第四代将軍。 足利義持より返帰を賜う、冷静性ため引く署名は、冷静性ため。同幕府第八代将軍、足利義成より返帰を賜う、冷静ためたか冷ため豊か冷静ため順、ためすけ以来総電の所領の張馬国細川省に、年貢確保のために長く下校し居住。同地で、三木合戦により戦死、冷静ため勝ちから、父のため順と共に死亡。 霊勢ため将からため勝ち弟。途絶えていた死も、霊勢家を、兄で巧妙な儒学者であった、藤原聖家の尽力により相続、霊勢ため影から、ため順書子の藤原聖家の長男。ため勝ち、ため将の老い。ため将が死死なく死去した後、直命によりね霊勢家を継承。へれ勢ため元霊勢ためつ羽室むろよりなりの子霊勢ためし霊勢宗家。 霊勢ためしげ霊勢ためくん、風はやきみおの子霊勢ためき、かじゅうじきょう、いつこ霊勢ためゆき霊勢ためじゅう霊勢ため、いさむ霊勢ためやす霊勢ためひろしじっせんは、じっし、てんせんはようし、はむろよりなりのじなにあるいは三男、やなぎはらのりみつの父、やなぎはらけに、ようし入り、風はやきみおのじなん、かじゅうじつねいつの子、しらかわ白王家、まさとしおのようしし、 AB 柳原高光の子、はじめ入江ため前の養子。柳原三成の子で、柳原崎光の実定。西、四つ辻家の一族。兵庫県加古郡稲美町の松岡出身。傍城春良の次男。入江家は、明治時代になると、入江ため守が、死者区に列せられ、ため守は、東宮寺従長として、大正天皇に、ため、守の三男入江今さは、 自重長として昭和天皇に近似した。藤谷家も藤谷亀広が死者区に列せられた。この霊勢家は上霊勢や下霊勢家に対して中霊勢家とも呼ばれた。中山千綱の子、め親は上霊勢家の当主、亀万が天正13年に直感を受けて家を出本した後、空位となった上霊勢家の新しい当主として迎えられたが、 慶長三年にためマンが直感を解除され、上霊勢期に復帰すると、ため親は当主の座を失うことになった。代償としてため親は新たに一家を起こすことを認められ、中山霊勢の野号を称した。ため親の後はためなお、ため、次と継承されたが、ため次は新たに、今木貞明と改名し、以後この家系は、今木屋として存続していくことになる。 門流もそれまで属していた三子左流を離れ、ため親の父、地下綱の中山家が属する加山の陰流に移った。価格は、ウリン家である。中山霊勢家は、今木家の前身と捉えることもできるため、中山霊勢ため地か、ため、なお氏もそれぞれ、今木ため地か、今木ためひさと呼ばれることがあるが、実際に、今木を称するようになったのはため、なおの子、佐田明の代からである。 歴代投手内は、イミ名の読みを示す。中山霊勢ため地下仙台霊戦ため万の、失脚と追放により上霊勢家の投手となったが、あとその地位を追われ、中山霊勢家を起こす。中山霊勢ため久中山霊仙ため次屋号を、今木イミ名を、貞明と改める。今木正教、今木正主、今木貞置屋根、または、妹は、中山愛、親室。 今木貞康、今木貞重貞康の弟。今木正皇帝政の実子母は、中山愛親の娘。創生。今木正将、中山愛親の辞帝。加山の因愛徳の子。今木帝国、今木貞徳署名は、今木岩尾丸今木帝政、中山高丸の子。先代帝徳の婿養子。張馬国細川将は、和歌書に属する将縁であり。 藤原定家の子孫が相続することを許された。現在の冷泉家住宅現在の冷泉家住宅上、冷泉家の住宅は京都市今出川通かラスマ東イルにあり、重要文化財に指定されている。完成2年の建築で現存する最古の区下住宅である。明治時代になると、ほとんどの旧区下は明治天皇に従って東京に移住したため、 現在の京都御苑内にあったほとんどの公家住宅が空き家となり治安維持のため取り壊された。しかし、上冷泉家には五分庫といわれるかつては直風だった蔵もあり、また今出川以北の京都御苑外に立地していたため取り壊しも免れた。国立歴史民族博物館の旧校給料取調べ庁データベースより算出した幕末期の冷泉家料は以下の通り、 ありがとうございます。